たかしです。今回はこちらの抵抗の使い方を詳しく紹介していきます。この抵抗なんですけど、電子回路では欠かせない部品となっています。いろんな回路、いろんなところで使われているので、ぜひこの抵抗の使い方はしっかりと覚えてください。この動画のおまけとして最後にこの抵抗値のカラーコードという色がついてるんですが、その色の読み方について紹介もしていきます。では抵抗について勉強していきましょう。紹介するのはこちらの4つです。電流調整、分圧、プルアップ、あとプルダウン、電流を電圧に変換する、この4つを紹介していきます。抵抗を紹介する上で重要なのが1つあります。それがオームの法則です。オームの法則といえば、電圧イコール抵抗かける電流、 E もしくは V イコール R かける I となっています。抵抗を紹介する上でもう1つ重要なのが直列と並列になります。直列というのは抵抗2つ1本の線でつないだ状態となっています。並列の場合は線が2つに分岐してそれぞれに抵抗につながっています。直列の特徴として、この2つの抵抗に流れる電流は同じですが、先ほどのオームの法則、電圧を求める式を使うと同じ電流が流れるのに対して抵抗値だけそれぞれ違うので、抵抗値にかかる電圧はそれぞれ違います。もちろん同じ抵抗値を使えば同じ電圧がかかります。こちらの並列の場合はというと電流が分岐します。ただこの電圧、電位が一緒になるので電圧は同じです。電流だけが変わってきます。実際の回路ではこういった抵抗2つ直列につないだり、あと並列につなぐってことはなかなかないんですが、 LED に変えたりっていうことはよくあるので、直列だと電圧が分圧される、並列だとこの抵抗の電圧は同じですが電流が分岐するというのを覚えておくといいと思います。続いて電流調整について紹介していきます。LED の電流を調整するために抵抗を使ったりします。 LED の色や型式によっては LED にかかる電圧や必要な電流値は変わってきますが、ここでは赤色 LED でよく一般的に使われている純方向電流が 20mA、 純方向電圧を 2V として計算をしていきます。なぜ抵抗で電流を調整するのかというと、純方向電流とまた別で定格電流というものが決まっています。その定格電流を超えた時に LED が壊れてしまうので、 LED が壊れないようにこの抵抗値で電流を調整します。電源によっては 1A とか流れたりするので、抵抗を使わずに電源と LED を直接つなぐと LED に定格電流を超えた電流が流れてしまって LED が壊れてしまいます。そういったことが起きないようにこちらの抵抗を使って電流を制限して LED を光らせるというふうな仕組みになっています。ここの抵抗値の求め方は先ほど紹介したオームの法則を使って求めることができます。オームの法則は電圧イコール抵抗かける電流でした。これを抵抗の計算式に変換します。抵抗を求めるときは R イコール I 分の V です。ここに電圧と電流を当てはめます。電圧は 5V となっていて、ここの LED にかかる電圧が 2V となっているので 5-2 で抵抗の電圧は 3V となります。電流は 20mA となっているので、こちらの I に 20mA を代入します。それを計算すると 150Ω となります。この値 150Ω の抵抗をここにつなげると 20mA の電流が流れるようになります。ただ電子工作やってるとちょうどぴったりこの 150Ω という値が手元になかったりすると思うんですが、そういった時はこの抵抗値の値よりも大きな抵抗値を選ぶと大丈夫です。なぜかというと抵抗を大きくすると流れる電流が制限されます。 100Ω などの 150Ω を下回る抵抗値を使ってしまうと 20mA 以上流れてしまって定格電流を超えてしまう可能性があります。ただ反対に 150Ω 以上、例えば 200Ω とか 510Ω とか使うと 150Ω の時の電流値 20mA よりは少なくなってしまいますが、 LED に電流を流すことができるので光らせることができます。ただ注意したいのは電流値の大きさによって LED の光る量が変わってきます。あまりにも大きすぎる抵抗値を選んでしまうと LED が光らないので注意をしてください。続いて分圧回路について紹介します。
分圧回路というのは先ほど紹介した直列回路と同じように電圧を分けるための回路となっています。抵抗を2つ用意してこの真ん中の電圧を V アウトとします。計算式はこちらの通りになります。 V アウトイコール R1 プラス R2 分の R2 かける5となります。 R1 が2オーム、 R2 が3オームの場合だと V アウトの値は2プラス3分の3かける5で3ボルトとなります。この回路をどういったところで使うのかというと、よく使うのがセンサーなどのオフセット調整やコンパレーターの式位置として用いられます。コンパレーターというのがこのプラスとマイナスにつながっているこの2つの電圧を比較して、その電圧に応じて出力をしてくれます。例えばコンパレーターの電源電圧を出力してくれるのであれば、プラスの方が大きいときはコンパレーターの電源電圧を出力してくれて、マイナスの方が大きかった場合は 0V グラウンドにつながっている電圧を出力してくれます。仮にここに可変抵抗器もしくは抵抗札つなげた場合どうなるかというと、2オームと3オームつけるとここの真ん中の電圧は 3V となっていました。そうするとこのマイナスの電圧が 3V となるので、この Vin には 3V より小さい電圧を入力した場合はマイナスの場合の出力をしてくれます。反対に Vin が 3V 以上の場合はマイナスよりもプラス側の方が大きくなるので、プラス側の出力をしてくれます。この仕組みを使って NE555 というタイマー IC ではウィンドコンパレーターを作っています。センサーのオフセット調整として使われていて、センサーによっては製造誤差や環境によって基準となる電圧がずれている可能性があります。それを補正するために可変抵抗器などをつないでオフセット調整をする場合があります。別の動画で解説する予定のオペアンプでもこういった回路を使うので、ぜひ覚えておいてください。続いてプルアップ、プルダウンについて説明をします。アルディーノみたいなマイコンを使うときにこのようなスイッチ回路出てくる可能性もあると思います。マイコンの入出力ピンをつないでいる状態として一つだけ問題があります。スイッチを押したときはこの 5V とマイコンの入出力ピンが接続されるので 5V が入力されます。ただスイッチを押してないときはどのようになるのでしょうか。ここの電圧は何もつながっていないので不定の状態となります。不定の状態というのがこの場合だと 5V でもないしグラウンドにもつながってない状態となります。これの何がいけないかというと、何もつながってない状態でノイズが乗ってしまうことでマイコンが 5V と誤って判断してしまって誤動作を起こす可能性があります。それを防ぐためにプルアップ抵抗もしくはプルダウン抵抗というものを使います。回路はこちらです。こちらがプルダウン抵抗を使ったスイッチ回路、こちらがプルアップ抵抗を使ったスイッチ回路になります。先ほどまでは何もしてないときは不定の状態でしたが、こういうふうに抵抗とグラウンドをつなぐことで何もしないときは 0V が入力されるようになります。スイッチを押したときはというと、ここの 5V とここの入出力ピンの電位が同じとなるのでマイコンには 5V が入力されます。こちらのプルアップ抵抗の場合だと、スイッチを押してないときは 5V がマイコンに入力されて、スイッチを押したときはグラウンドとマイコンの入出力ピンの電位が同じとなるので 0V が入力されます。このプルダウン抵抗とプルアップ抵抗で使われる抵抗値としてはなるべく大きな値を使います。例えば1キロオームだとか10キロオームを使うことが多いと思います。4つ目が電流を電圧に変換するときに抵抗を使います。最初に紹介したオームの法則を使うと、抵抗に電流値をかけてあげると電圧を求めることができると思います。この仕組みを使って電流などを測定することが可能です。どういうことかというと、抵抗値が分かっている状態で電流を流すことによってこの抵抗に電圧が発生します。ここに発生する電圧をマイコンの AD 変換などで取得して、この抵抗値と電圧を使って電流を計算することが可能となっています。ただ一つ問題になってくるのが、ここに使う抵抗値となります。仮に抵抗に流れる電流が1アンペアだった場合に、抵抗値が10キロ、1キロ、1オームの時の場合の電圧を計算してみました。
抵抗値が多ければ大きいほど電圧も大きくなります。マイコンの電源電圧でよく使われるのは 3.3V か 5V が多いので余裕で電圧値を超えてしまいます。なるべく抵抗値は少ない方がいいっていうのがこれでわかると思います。そこで用いられる抵抗値が一つあります。その抵抗というのがシャント抵抗という抵抗があります。シャント抵抗は数十ミリオームから数百ミリオームとなっているので、この1オームよりも小さな値となります。抵抗値が小さければ小さいほど細かな電圧を測ることができるので電流を求める精度も良くなっていきます。最後が抵抗のカラーコードの紹介になります。この抵抗値いくつでしょうか。左から順に1、0、2となっているので 10×10^2 で計算すると1000オームとなります。この色を覚えておくとマルチメーターを使わずに抵抗値を読むことができるので、カラーコードは覚えておくのがおすすめです。カラーコードは0から9までの数字がそれぞれの色で割り当てられています。0が黒、1が茶色、2が赤、3が橙色、4が黄色、5が緑、6が青、7が紫、8が灰色、9が白色となっています。でこちらの抵抗の場合は左から順に茶色、黒、赤となっているので、先ほどの数字に変換すると1、0、2となっています。これ一番右側にカラーコードがもう一つありますが、これは誤差を示す値となっています。カラーコードが4本ありますが、この4本の場合の抵抗値の計算の方法がこちらの通りです。この一番左側の値が10の位、真ん中の値が1の位となっていて、茶色黒の場合だと10となります。3番目の赤色は10の何乗かを表すようになっているので、赤の2の場合は10の2乗となります。10×10^2、つまり100ですね。10×100 をすると1000となるので、値は1キロオームとなります。カラーコードが4本あるので、今言った計算式になりますが、カラーコード5本ある場合もあります。5本の場合は左から順に100の位、10の位、1の位、10の何乗という風になります。稀にカラーコードが6本ある場合もあるそうなんで、四つ葉のクローバーを探すような感覚で見つけてみると楽しいかもしれません。なかなかないと思います。この中でもよく使うのはプルアップだと思います。先ほど紹介したようなスイッチ回路だとか、アイスクエアド通信の信号線をプルアップして使ったりもします。この動画の内容が分かりやすかったという方は高評価ボタン、ちょっと分かりにくかったなと思う方は低評価ボタンを押してください。このチャンネルでは電子工作やプログラミングに役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画もお楽しみに。